韓国女子カーリング代表チームチームキムが2022北京冬季五輪の出場権がかかった五輪資格大会の本戦で日本と対決する。チームキムは17日、オランダのレーワルデンで開かれている大会の女子4人組予選最終戦でチェコに 12-6 の逆転勝利を収めた。予選戦績を6勝2敗としたチームキムは、スコットランドと日本と並んだが、予選の各試合で先ゴーサムを決めるために投じたショット距離の平均値で順位を決めるドローショットチャレンジでスコットランドに約7センチメートル及ばず、2位となった。予選1位のチームにのみ五輪行きのチケットが直接与えられ、チームキムは本戦で再び五輪出場権を狙わなければならない。今回の大会は勝ち数が同率の場合、勝者が勝つ規定に基づいて順位を決定する方式だが、チームキムとスコットランド、日本が互いに1勝1敗を記録しており、DSC によって最終順位を決定した。予選2位で本戦に進出したチームキムは、予選34位の日本ラトビアと残りの五輪出場権に枠をかけて争う。チームキムはこの日午後6時に日本、18日の同じ時間にラトビアと対決する。日本との本戦初戦で勝利すれば、五輪出場権を獲得する。日本との試合に負けても、ラトビアに勝てば五輪出場権を獲得することになる。